皆さんお久しぶりです。うぷ主です。今回はアークというゲームでダンジョン攻略をした動画をお届けします。このゲームは今自分がハマりにハマりまくって泥沼にハマってます。最近それしかしてねえじゃねえか。楽しいからしょうがないね。ダンジョン攻略の前に、このゲームについて簡単に紹介します。このゲームは恐竜がいる島において、自ら拠点を建築し、恐竜をペットにしていきながら過ごしていくというサバイバルゲームです。簡単に言うと、マインクラフトとポケモンを合わせたような要素になっており、恐竜には自分の後ろにいるティラノサウルスやアンキロサウルスといった、とある映画でも出てきた有名な恐竜や、右側にいる架空の生物、ワイバーンなど多くの動物がいます。また建築要素もあり、後ろのような建物も自分で建築することができます。飛行生物もおり、プテラノドンなどももちろんいます。ペットにする方法は動物によって異なるので、一概には言えませんが、多くは昏睡状態にさせて餌を与えて懐かせるというのが多いです。そして今回はこの飛行生物の後ろに飾ってある物体について取り上げます。これらはアーティファクトと呼ばれるものです。このアーティファクトには重要な役割があります。それはマップに設定されたボスと戦うための鍵としての役割があります。ARK にはマップが複数存在し、それら一つ一つにボスが設定されています。今自分がプレイしているマップはラグナロクというマップで、ドラゴンとマンティコアの2体同時討伐となっています。ちなみにこのボスはダンジョンにいるボスとは別の扱いです。真のラスボスと言ってもいいでしょう。このように少し RPG 要素も含まれているのもこのゲームの面白さかもしれません。今日はそのダンジョンにあるアーティファクトの一つと、そこにいるボス、ラバーゴーレムとの対決をお届けします。ちなみに動画はゆっくりボイスではなく、実際にボイスチャットを繋げた状態で行っています。また他の配信者様の配信に参加しています。それらをご了承の上でご視聴ください。ではどうぞ。ちょっと、いろんな人の放送を聞いてて、待って。お早いしろ。全員権ポンコツから始まるっていうね。初手遅刻。恥ずかしいな。初手遅刻って、遅刻？遅刻でしょ。いや、遅刻でしょ。僕じゃなく、遅刻。はい、入りました。こんばんは。こんな感じでね、皆さんと。で、左上の方にね、その、入ってくださってる方のね、ハンドルネーム書いてありますんでね、まあ、もしその辺なんかね、見ていただければ、なんとなく分かってくるんじゃないかとは。分かってくれるといいですね。という感じでね、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい。で、今は、とりあえず、その、ジャングルから近くてみんなが共通で使えるね、この、ゆるプレ、公民館。このところにね、今集合してもらえてるんですが、まだ皆さんね、いろいろね、必要なものを集めたりとかやってて、あれなんですけども。まあ、ここに集まってからね、攻略に赴きたいと思っております。あ、アクティさんも下にいるんだな。皆さん下にいますよ。あ、下にいるの？はい。オッケー。どっさんどっちあるでしょ。ないんですよ、今にいた。よいしょ。とっさんに、とりあえずとっさんにあれですね、ショットガンをお預かりしてたやつ。はい。おーい、ありがとうございます。あります。防虫剤とメディカルブリューがありますけど。ここで。あ、そうだ。取ってください。あ、これね。はい。あ、よし、メディカルブリュー忘れた。忘れた。じゃあ、あげましょう。あの199個あるので、全然大丈夫。で、ちょっと待ってね。一人一人、お姿を映しながら、お名前だけでも、紹介していきましょう。まず。あばばばば。あばばばばって言ってるでしょ。重鎮。重鎮から。まあね。重鎮。あれ誰よ。メディカルブリュー長。ホムラさんね。あ、確か。はいはい。何個でしょう。待って。よいしょ。もう、この中でおそらく、一番アーク精通されている、天下のご意見番ですね。自分あれなんです、三葉虫みたいなもんなんで無視してください。ここ三葉虫何が三葉虫？じゃあ、あとは順番でいこうかな。じゃあ、ブレンさん。ブレンさん、ブレンさん。ブレンさんはどこだ？こういう、こういう向こうにおります。まだ到着してないってことね。今入ったばかりですから。その次がチョハラさん。チョハラさんはそうアルファベットのような ID になってね。はい、チョハラさん。よろしくでーす。よろしくでございます。で、次がアクティさん。アクティさんはこっちか。はーい。スナイパー状態。よろしくお願いします。で、次が、ミゲルさん今参加してないから、モッさん。モッさん。お願いします。なんでみんなこれなの。でみんな作業中。このはい、小さな翼さんいらっしゃい。今日はアークでございます。アークでね、みんなこのサーバーにいる人で洞窟攻略をやっていきたいと思います。なので以上 1,2,3,4,5 人で、私入れて6人か、6人
で、攻略したいと思います。私はね、ほとんど、武力に関しては、全然、やばい回でございます。もう、やばやばでございます。もう、私はほとんどね、戦力としてはね、数えない方がいいぐらいのもんなんでね。もう、基本的にはね、戦場カメラマンみたいなもんです。あ、あと、弾って、はい、こちらに。この棚にあります。あ、上下です。はしごのとこです。今、私と小村さんがいるところです。ここです、ここです、ここです。ここです。ああ、この一番ここ、ここです、ここです。じゃあ、撃ちますね。はい、例えば、撃ったら押しっぱなしとかってことはない？あ、まず撃って大丈夫です。普通に撃ちます。お、刺さった。はい、これ、なんか、紐が見えます。見える見える。じゃあ、これで、この状態で、左クリックを押し続けると引っ張られます。おお。で、貼り付きます、そのまま。で、あ、なんかポヨポヨしてる。はい。右クリックを押すと伸びます。で、ああ、下に伸びるんだ。はい。後ろに、下がったりもできます。下が地面ならばですけどね。空中だったらそのままヒューッと下に落ちていくんで。で、なんだろう、こう、ブラブラさせることできないんですよ。ブランコみたいに、はあ、ブランブラン。ああ、なるほどなるほど。ちょっか。はい。今度 X ボタンで今打ち込んだやつがなくなります。それは消えちゃうの、それとも戻るの？消えちゃいます。消えちゃう。はい。じゃあ X を押しても大丈夫ですか？はい。そしたら一発消費。あ、消えた。はい。これで一発消費です。うん、消費って出たね。はい。で、こっから。連続で、消してからすぐ左クリックを押すと、意外と早く装填して撃てるので、例えば天井とかに打ち込んで、下がめっちゃ高くて落ちたら死にますっていうところでも、慌てずに、X ボタンを押したらすぐに打ち込みたいところをエイムしておいて、左クリック連動すれば、打ち込めます。で、慌てず、はい、慌てず左クリックを押しっぱにすれば、その方向にギューンと引っ張られて、落下死は免れますので、なるほど。はい。まあ、問題はそれができるかどうか。頑張ってください。努力はします。成果が出るとは言ってないって感じです。出てきました。じゃあ行きましょうか。はい、そうです。よいしょ。いやー、デスコース8個くらい持ってた。びっくりした。よいしょ。やっぱあるゲーム遅いな。うわぁ、眩しい。あぶねえ、落ちそうになっちゃった。アークが落ちそうだった。あ、洞窟の出入り口はやっぱ重くなるんで、ちょっと気をつけて、ね。うん、そうだよね、この間もそうだったもんね。まあ、一応私もあれですよね。はい、ここです。ソード洞窟は経験済みなの。気分は川口博士だな、ほんとに。よし、じゃあ頑張る。あ、これ左側を歩いて方がいいかな。お、洞窟入ると一瞬固まりますので。うん、今固まってる。あ、治った。オッケー、じゃあ行きましょう。待ってください、はい、私固まってます。あーはーい、カメラマンがまだ来ない。ライトつけるの忘れた。あー、自分もライトつけてねえや。あ、ヘッドライト持ってくればよかったな。あ、あ、今積もってるから大丈夫かな、チョコラさんが。渡すわ、じゃあアクティさ ん、 あ、俺ももらっとく。俺、戦力的には低いと思うので、いざとなったら明かりがかりになります。はい、3個落としました。3個ね。じゃあ1個とりあえずもらっとくわ。あ、もう1個もらっとこうかな。はい。よし、2個もらっとくな。1個もらっておこう。で、うん、なんか音が聞こえたけど大丈夫。あ、やべ。あ、1個持ってた。ちょっと待って待って。よいしょ。が、なんか罠踏んだかもしれん。え、ま、罠があるの？なんかこの丸ですね。丸かな？あ、丸がこれ罠ですね。そうですね。ここに丸ありますね。これを踏むと多分、昏睡させられちゃうかな。じゃあ、離れてこう。これは、こっちがないよね。丸？ここのね、多分この草を取り除くとですね、あるんですよ、そこに。あ、ここにもある。ああ、はいはいはい、あるある、円盤みたいなのが。これが。隠してあるんだ。はい。これだ。踏むと、こう、ならないな。あ、来た。じゃあ、どこかしらか矢が飛んでくるんで。へぇー。大丈夫、あなた。大丈夫？大丈夫です。このスイッチ大丈夫？一応、興奮剤は持ってるけどね。興奮値はね、44溜まってるけど、まあ大丈夫だろう。スティンビリ一応渡しとくか。そしたら。あざっす。さっきそこで拾えばいいやな。うん。まあ、ね、スティンビリとかこの辺で拾えるから。大丈夫。これ24個ぐらいあげる。ここ。あ、なんか、
本当にあれだね、洞窟探検みたいな感じだな。そうですね。まあどみたいな感じが洞窟探検なんだけど。北の方はいまーす。はい。北の方はヒッピー。ピーは倒した。いいね、もう一匹。奥にいるね、一匹。おっと。オッケー。奥、さ、あ、雲。あ、雲。あ、真っ暗になっちゃうか。俺は照らしといた方がいいかな？いや、それだったら自分が、誰か、あれだ。自分クソ M なんで、じゃあ、松明もらえると。あ、投げてもいい？あ、チョハラさん渡してくれるかい？チョハラさん。はーい、ほい。はい、了解です。はい。あ、あざーす。ボスイズアベイラップなんで、行きましょう。どうぞ。とっさ持っちゃった方がいいかもしれない、その方が。オッケー、じゃあ引きまーす。よいしょ。ん？雲。ん？どこだ？雲もいた。雲がいた。この先ですね、雲の巣の先にいますね。これは雲の巣とかは気にしないで行っちゃっていいんだよね。とりあえず大丈夫です。うん。よいしょ。おぉ。これでっかい。あ、ギガノトかな、これ。サイズ的に。おぉ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。これギガノト。ギガノトになってるんだ。へぇ、えそうですよね、これ。ほら、口が、口があるじゃないですか。ほんとだ、口がある。え、気づかなかった。これ人がぶら下げられてますね。ムカでいますね。え、どういうこと？あ、ほんとだ。あ、ほら。ああ、これか。上本当だ、なんか縛られ全身縛られてみたミイラ状態になってる。本当だ、怖っ。あ、なんか前の方にちょっと、じゃあ自分がうるさん目の前にムカデ、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 うん、はいはい。あそこに青のくれてありますね。危ないかな。あ、雲、雲どこだ。いた、まだいる。後ろから、あ、上から、上から来た、上から来た、まだ来てる。左、雲、大丈夫かな。あ、来た来た、うん、まだ撃ってきてる、来てる来てる、よいしょ。あ、ナイスです。こっちは見てます、こっちは見てます。ここにはフンコロガシいるだけなんで、これフンコロガシはもう一匹上から吹いた。来た、また来た。あ、リロード、リロード。はいはい。あ、まだ声がするな。上から吹いてる、まだ来るね。あ、落ちてきてる、落ちてきてる。ほいっと、後ろは見てます。了解です。弾なくなったら、だってあれだよね、松明係交代でもいいかもしれないですね。そうです。あ、僕に言ってください。700発持ってます。あ、はいはい。ほら、ぶれ、お、村さん、それは大丈夫。一応ガードしてる。今度そちら、こっち、正規ルートはこっちです。あ、クレート取りました。取りました。グラップリング振ってくってどれで外すんでしたっけ。X か。ありがとうございます。これ FPS の方が良さそうだね。ああ、これは FPS の方がいいと思います。僕 FPS にしてます。状況わかんないんで。じゃあ進みますか。はいはい。打ち明け、これ右かな、これ右かね。 あ、なんかご飯がいる。あとヘビー、あ、ヘビーいる。左か、左にも位置があって、下かな。左は微妙。お、今んとこ右には何もいない感じ。あ、左、左からは声がするね。行っちゃいます？はい。来ます？俺も銃に持ち替えよう。あ、はい。あ、いたいたい。刺さりますね、奥に。こっちに刺さる。あ、コモクシル、コモクシル、コモクシル。ブレさん、真前に刺さり。大丈夫かな？うん、大丈夫かな。後ろ大丈夫そうっす。なんかこっちはなんか何もないっすね。こういう時ライト持ってきてなかったことを後悔する。でもまだ戦闘音がやめようみたいなんだけど。あ、今終わった。あ、いたいたいた。あと足ゴーグル持ってからよかったな。隠れてるサソリもあるの探し出してジェノサイドする。鬼か。いや、素晴らしい。いいと思います。なんか行き止まりっぽいんで戻りましょう。そうですね。こっち側ですね。じゃあ。声はなんとなくするんだよね。やだ。岩の中にアップしてるってのは、ね、向こうですね。岩かな。うん、岩の中だけど。あー、岩っすね。いますよ。全部人やね。あ、そんな。あ、でも。あ、ムカデ、ムカデ、ムカデ。ムカデの今毒液のしたね。あ、いた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 。ナイスナイス。やばい、全然役に立ってない俺。
多分みんな撃ってるのの3分の1くらいしか当たってないですよ。うん、自分はただ照らしてるだけ。あ、向かって降ってきた。おっと、わー、ほんとだ。危ない危ない危ない。上照らしとこうか。キルー。次どっちだろう。あ、ちょっと待って、まだまだ来るのよ。な、待て待て、なんかいる、なんかいそう。向こうだな、これ。お前を切る。この壁の方が聞こえますよ。今、若元開いたぞ、若元。とりあえず撃ってみたけど、誰もいないです。鋭いね。こっちが今。どこだ？右の壁。雲が終わる。雲の声はするけど。多分、チョハラさんのいる方、うん、この辺りかなって。なんか、うん、探してんだけど、いないから大丈夫だよ。多分、画面に張り込んでますよ、これ。これ上かな？上っぽいな。上だね。次は。上っぽい。上か。ああ。うん、そうだね、上の方から聞こえるね。攻略サイトだね、どこだろう。多分あっこ。あっこ？どこ？右上っていうかなんだろう。あー、こっちの。あっち。今自分が銃を刺している方向です。こっち？わし？あっちは向こう。あ、いた。ここです。こはい。あんなところか。じゃあ。だからここでグラップリングフックの出番かな。じゃあ、照らしてるんで。誰か先行ってください。あ、誰か刺した。モッサンがいた、うん、いた。モッサンさん、そう、敵は、敵はいる、うん、オッケーです。いないですか。じゃあモッ、オッケー、じゃあトッサン行きましょう。はい、よいしょ。で、なんだっけ、左クリック、そのまま押しっぱなし。あ、こっか、モッサンがいたのか。で、そこで、あ、なんか、うん、X を、うん、落ちて大丈夫なら X ボタンを。もし怖かったら右クリックを押すと。OK だと思います。してあげれますよ。OK。降り立った。はい。じゃあ自分打ちます。はい。じゃあ俺ここで照らしてようか。タイマーつけとく。大丈夫です。あ、出す。自分行きまーす。ここに降ります。ナイスクリア。ちょっと中見ます、自分。じゃあ自分行きまーす。うん。タイマーつ持っておきます。やっぱ松明便利。じゃあ僕行きまーす。ちょっと行きます。ちょっと行きます。ナイスです。これ、今ブレンさんで最後かな？ OK だと思います。はーい。じゃあ俺も戦闘モードへ行く。黒い。お願いします。この先は普通の洞窟っぽいっすね。ここから中盤ですね。あら。地帯が。ああ、ね、マグマがあるとかいう話聞いたけど。今のところはまだ。まあでも。あの明かりはタイマーさん。あ、これそうです。先にもし行こうか。ブレンさんが進んでますけど、今のところにね。先行こう。そうですね。だな。この先にヘビとかムカデがいるんで、また気をつけましょう。なんかあそこ光が差し込んでるってことは、あそこからも入ってこれんのかな。これただエフェクトじゃないかな。ダンジョン上のただの、うん、多分演出だと思う。演出だと思います。いや、なんかチアクリア。あれ見るとインディーンジョーズ思い出したのは足だけかな。わかる。わかりますよね。ダラチャーンってね。そう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 。あのピラミッドの下かなんかの地底遺跡。おお、いたのか。あ、この辺隠れてることがあるんで。ちょっと自分じゃ、ちょっと階段行きまーす。あ、じゃあ自分に入ってます。あ、じゃあ。あ、来た。来た。倒した。リロードしまーす。はい、じゃあ自分が。燃えているな。あ、コマの声がするけど。ん？あ、すぐ近く、真横。え、こ、どこ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 、全然見えない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 ね、これ草で。やった。ただもう一体なんか目まいしてきたわ。やばい。大丈夫？大丈夫です。ちょっと何がやばいってね、水晶に挟まれて出れない。あ、ピケル持ってます。あ、ピケル持ってます。大丈夫。あ、ありがとう。ここから出れるのか。なるほど、ありがとう。危ねえ、怖かった。出れなくなったかと思った。あ、いた。なんかと思ったかも。あ、俺も採取道具意識は持ってるんで、なんかどかしたいものあったら言ってください。あ、ありがとうございます。じゃあ階段行きまーす。あ、なんか上にいるわ。上にいる。あ、雲倒しましたね、モスさん。はい。なんか基本あ、サソリがサソリがサソリが。それともあ、コウモリコウモリついてると思う。コウモリ。ですね、チョハラさんの方が石油とかね。あ、ごめん。一回離れる。感染症かかった。感染された人は、感染症かかった人は周りに近寄らないで。一回下がる。かかってるわ。あ、かかったみたい。あ、じゃあ、メディカルブリューを用意しておいてください。はい。
落ち着いて。フレンさん、そこへ行くとね、あれだ。誰かに移す可能性あるから、こっち側来てください。ああ、もう皆さん。私もかかった。私もかかった。はい、あ、ごめん、ちょっと、それかかった。自分もかかってるんで。みんな動かないように、今の場所から動かないように。おっさん、千原さんがちょっとあれかな、近いかな。これは HP 減ったら回復使えばいいのかな。そうですね、半分くらいまでいったら。私あと80秒。自分あと60秒ですね。あと40秒。あ、俺なんか防虫剤使っちゃったな。治っても動かないでくださいね、皆さん。全員治るまで動かない方がいい。あと50秒。グレネードも投げればよかったね。確かに確かに。こういう風に病気になるんだ。俺病気になったの初めてなんだけど。これあくまでコウモリのあれですね。ヒルが持てるやつはもっと厄介なやつですね。あ、そうなんだ。はい。消えない。消えない。死んでも消えないってやつか。確か抗生剤かなんか飲まなきゃダメってやつですね。え、抗生剤なんか作れんの？抗生剤っていうか、まあ解毒薬かな。あれ、タリがほとんど減らない。それは。あなたが多すぎるのでは。自分は治りました。ね、いや、違うんですよ。シチュー飲んでるから持続回復が大切です。自分あと10秒。自分あと4秒3、2秒、1秒。まだ25秒残ってます。はい。3から離れて。治った。動いてよかったら言ってください。はい、まだ私とモスさんがダメです。おーい。待つ。治った？治りました。オッケー。オッケーかな。よし、じゃあ動きまーす。進行方向にコウモリ2匹いますね。うん。スナイプできるならスナイプしたいね。コウモリ？2周目から7スナイパー解禁できるんですけど、もうなんか一応あ当たるよ、狙ってるでば。オッケー、ナイス。なんかついでにヘビもなんか、おーっと、かも下のボア。え、すごい色鮮やかな下のボアだった。かわいい。ま、マグマ死んでしまった。あ、ここにマグマ。おーと、マグマ、この橋かな。あ、でも穴開いてない。この橋は穴開いてるような気がする。あ、ない。走ってます。そうな気がしないでもないですけど。飛んでみます？ここアクションゲーム？いや、はい、それだったらまあ正直あそこの岩とかにグラップリング打っていけるんじゃないですか。モスさんそれ多分。なんかモスさんそれ怖いな。怖い。それは怖いな。よし。行ったー。行っちゃった。行っちゃったよ。もし安全策で行こう。あ、モスさん、うん、俺もグラップリングで行きますわ。自分も。あ、モスさん、そこちょっとで降りてください、そこ。向こう側に降りてもらいます。そうそうそう。こういう感じ。あ、行けますね。グラップリング。なんか遺跡っぽいところにコウモリ一体確認できますね。あ、マジっすか。まあ、まだまだ。じゃあ、俺行くね。まだまだ、はい、お願いします。はい。はい、どうぞ。ポン。刺して、クリック。あれ、右クリックでも。左クリック。あ、左か。左クリック。で、X か。そうそうそう、初めての操作だな、こういうの。雨降ってきたものがない。雨降ってきた。雨降ってきた。マジか。ほんとだ。洞窟の中やぞ。洞窟やぞ。固まるやん。行きまーす。どういうことや。はーい。で、ここでまたライトつけとこがいいか。あ、そうですね。あ、そう。わしの仕事。みたいな。行きまーす。次の橋は行きそうかな。うん、次の橋行きそう。ここは壊れてないですね。ね、壊れてなさそう。引っかかった。それさ。あ、それまずいんじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待とう。あの、引っ張ります。私引っ張ります。はいはい、はい、お願いします。はいはいはい、あ、ブネさん、危ない。それ。ブネさん、二次災害発生しそうとしてる。え、アクティさん、それ。あー、落ちたー。あー、死んだ。ブネさん、それどこ行ってんの？あなた、ついてんの？ブネさん、僕どこ行ってんだろう？うん、壁。ちょっと待って。てか、アクティさんが死ん、ね、私が交代しますんで。あれ、あ、大丈夫かな。当たってます、当たってます、当たってます。あ、録音できた。頭ナイス。わー、かっこいい。そっち行ってる。あ、気をつけて。